もともと畑だったこの場所をキャンプ場にするためにまずは掘っ立小屋を建てました。掘っ立小屋完成しまして、水タンクの方も一応設置できました。今水が入っていってます。それと柱の補強の頬杖も今前の2本は入れました。で後ろの2本もう木は用意したんですけど、釘がなくなっちゃいまして、釘待ちでございます。これが入ったらもう結構頑丈なんで、ここもこう、これもやった方がいいんだけど、まあなぜ釘がないと打たれへんから。釘。すぐ釘ってなくなるよな。そうなん。うん、水も今入っていってるわ。うん、この水は飲める水なんで、まだ本当に飲めるのですか？うん、とてつもなく穴が汚いですタンクの中は綺麗もん、ね、中洗った。まあお母ちゃんもう一回洗おうかな。あ、でも一回溜めてから、溜めてな、洗って流したらいいのね、一回、うんうん、生の水ではここのは沸かしてるもんな、こっちは、うんうんうん、一応、洗い物がメインで、でもいい水やから、うんうん、タンクが汚いっていうだけで水は綺麗ね、うん、汚いかな。まあ見た人みんな汚いって思うとちょっと一段落したんで、今日はお湯でも沸かしてコーヒー入れますか？はい、今日は夜間を焚き火で沸かしてコーヒーを入れたいと思います。で、こっちにはちょっと今トライポッドとかがないので、ちょっと枝でこういうものを作りました。これめっちゃ憧れのやつやん。これを端っこにこう突き刺して、うん、で、この木を上に乗っける、物干し台みたいな。そうそう、で、夜間、あ、めっちゃいいな、をやりたいと思います。やったー。で、ちょっとスコップで浅く穴を掘ります。はい、その薪をくべる場所みたいな感じ、穴を掘るのは。あ、そう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 、火を燃やすところ。うん、まあ、石並べるみたいなのと一緒かな。だから、うん、周りに広がらんように掘るって感じかな。うん、うん、ここで火を焚いて、こんぐらいで、うん、コンパクト、はい、次はこれを打ち込んでいきます。これでいけるんちゃう。ほら、お、いけるよな、はい、いけるいける。この枝細そうやの、結構強いな。いけるな、うん、いいですね。これ下でちょっと火をつけます。はい、はやかん乗っけます。どんな感じか。おい、ちょうどいい、めっちゃいいな。すぐお湯沸きそうやな。なあ、もうこんな木削ったやつとかを燃やしてたら。沸いた沸いた沸いた、入れよっか。うん、うわ、おいしそう。あ、なんかかわいいお化けみたい。いただきます、うん、はい、うん、この薄焼きのクッキーにめっちゃコーヒーに合う。